を使いましたね。が定まらないですね。さあ東芝ボールでした。大野がボールを取って音です。まだ手汗せます色々とちょっとずつパターンを変えて、単にこのテリトリーというところはかなり後半を通じて小林さん意識をしていかなきゃいけないですね。そしてこのセットプレーがちょっとこう東芝としてはちょっと心配のあるところで、はい、さあ井原とライオンズですね、はい、マイケルリーチに合わせました。モールを作って押し込んでいきます。今日はこのフォワード戦が大きなポイントになると思われますが、サントリーが野村がそのままスタンドオフに入って CC がフルバックに下がりました ね、はい、よく取りました。大野ゴールなんですが危ないところ、あ井原がうまく前です。まだ持っていきますか、いいプレーですよこれ。東芝はじじ、天命ライン付近です。短いボール戻した。ムービー選手なので一番頭の良い選手というプレーのことについて評価しています。戸崎を縦に入れます。そのまま持っていくフッカーの湯原弘樹。日本代表です。そのままドライブ。超えてってしまうんですよね。うん、おそらくそこに対する備えっていうのはこの選手もできてると思うんですけど、あのただね、キーナに対するタックルの後のこういったプレーですよね。山本と梶川でした。さあこのリーチを入れてきた、実際に使ってきましたが、前にはスペイン勝負だ。小玉抱えた湯原、ラインアウト東芝は3本すべてキープはしています。もう一度モールを組みます。もうすでにボールは湯原のもとへ、同じ形になりますが、これはもうゴールラインを越えた、ね、行きました。湯原のトライです。さあここは東芝のプラス、やっぱりまあそもそもあのエリアに持ってこられたことがちょっと重いですね。あーなるほど、はい、で東芝の今ラインアウト得点でリードを奪います。クラウチバイ、入ってる、入ってる、入ってる、これじゃ無理。ユハラです。キムガンテが奥、深村、クラウチバイ、サップコワリオサクミ。今日の両チーム、まあ、有田も日本代表経験がありますね、有田ジャパン9キャップ、湯原22キャップ、サップ湯原打ち返せない、後輩になりますからね、そうですね、湯原は東芝一筋13年。クラウチ遠回りで日本一メンバーに名を連ねたそのフッカー、先輩後輩、
番は中島石井のところですが、あーここでアドバンテージ、スクラム東芝かかった。ありがとうございます。